自律神経を整える手軽な呼吸法をご紹介したいと思います。体調の変化や季節の変化、体が疲れた時にどうしても崩れやすい、副交感神経と交感神経のバランスですが、ご自身の呼吸を意識してコントロールして行うことで整いやすくなると言われています。今からご紹介する呼吸法をぜひ取り入れて、心も体もリフレッシュして解放していきましょう。まずは瞑想呼吸から行っていきましょう。楽に座っていただきます。お尻の2つの骨、座骨をしっかり床に根付かせて、膝下も床を押していきます。両手のひらはお膝の上に楽に置いていきましょう。手のひらの下の方で少し膝上を押していただいて、もものあたりしっかり押していただいて、肩の力を抜いていきます。軽く顎を引いて、怖くなくね、なければ怖くなければ目を閉じていきましょう。普段外に向いている意識をご自分の中に向けていきます。自然呼吸を繰り返していきましょう。無意識にしている呼吸を意識して行っていきます。そうしましたら次の呼吸、吐き切りましたら鼻から吸って、口からうのを口で息を吹き出すように吐き切っていきます。鼻から吸ってうのを口で少し呼吸をふーっと吐き出していきます。さあ目を閉じて、意識ご自分の中に入れながら、感覚少し客観的な自分の感覚を作っていただいて、鼻から吸ってうのお口で呼吸を吐き出していきます。繰り返していきましょう。鼻から吸って、口からうのお口で呼吸を出していきます。そうしましたら片方の手をお腹に置いていきます。鼻から吸った時にお腹がぷくっと膨れて、呼吸を吐いていく時にはお腹がちっちゃくなっていきます。背中の方にだんだんくっついていきます。ご自分のペースで繰り返していきましょう。お腹の感覚が確認できたら、手をもう一度お膝の上に戻していきます。さあ最後、呼吸を全部吐き切ってお腹薄くしていきましょう。さあそうしましたら今度は鼻から吸って、お腹はちっちゃくしたまま、今度鼻から呼吸を吐いていきます。鼻から吸って、鼻からゆっくり呼吸を吐き出していきます。繰り返していきましょう。さあ呼吸の速さはご自分のペースで、しっかり呼吸を入れて、最後吐き出すところ、吐き切るところまでしっかり呼吸を出していきましょう。そうすると次の呼吸が自然と入っていきます。先ほどはお腹を使って腹式呼吸、今度は少しお胸の方、胸の方をぐーっと広げながら呼吸を上の方に広げていきます。そして背中の方にも少し意識を入れながら、上半身の前側、後ろ側にも呼吸を広げていきます。呼吸を吐いている時には少し力抜けていくので、肩の力、肘の力、手首の力も抜けていきます。呼吸する時にはしっかり縦の方にぐーっとエネルギーを入れていきましょう。
頭の頭蓋骨の方にも呼吸を響かせて、指先、足先、末端の方まで呼吸を広げていきます。ご自分のイメージをしっかり入れていきましょう。さて、丁寧に呼吸吐き出したら、最後もう一度鼻から吸って、鼻から吐く呼吸、ゆっくり行っていきます。全部呼吸を吐き切れたら、目を開けていきましょう。いかがでしたか？いつも無意識にしている呼吸を意識することで、少し体の中に、自分の感覚入っていくと思います。外に向いていた意識がご自分の中に、呼吸を使いながら感じられたと思います。疲れたな、体調が悪いなと思いましたら、ぜひ自分で意識して呼吸をコントロールしていきましょう。瞑想呼吸で底力を上げましょう。